ベルビューはアメリカ合衆国のワシントン州にある都市。シアトルからワシントン港を隔てた東部にあるキング郡のイーストサイドと呼ばれる地域に位置する。人口は15万1854人で増加している。シアトル東部の住宅地であると同時に独立した都市機能を持ったエッジシティでもある。ベルビューのダウンタウンでは急激な人口増加を 背景に、業務機能の集積が続いており、多くの高層ビルが建設されている。2008年のリーマンショックの影響も、比較的、少なかった。ダウンタウンだけでも3万5千人の就労者と5千人の居住者を抱えており、州内で2番目に、大きな都心を持つ市である。一人当たりの平均所得は、ワシントニ州の522の地域の中で6番目に、高い。 2008年には CNN マネーによる調査でアメリカ合衆国で居住するおよびビジネスを立ち上げるのに最適の場所として選ばれ2010年に再度4位としてランクインしたベルビューという名前は美しい眺めという意味のフランス語に由来する現在では高層ビルが林立する都会的な地域だが1953年までは自治体として認められておらず また急速な発展を迎えたのはその後のことである。それ以前の数十年は農業やそれに付随した製粉所及び内陸港を中心とした地域であった。1869年にウィリアム・メイデンバウアーとアーロン・マーサーが開拓者としてやってくるまではこの辺りはネイティブアメリカンの居住地だった。ウィリアム・メイデンバウアーは現在でも 彼の名を冠している湾であるメーデンバウアーベーに小屋を建築し、アーロン・マーサーはその南の現在は、マーサースラウと呼ばれている土地に農地を作った。その後彼らは利益を得るためにその土地を売り払ったため、現在ではその名前を残すのみとなっている。1882年には、アイザック・ベクテルは、 現在のダウンタウンにあたる地域を買収し、数年をかけて、息子たちと共に土地を開拓していった。1890年になると、人口の増加とともに、工場や企業が進出し始め、それとともに学校なども整備されていった。1904年頃の中心的な産業は移民として、日本から来ていた農民によるイチゴ及び野菜の栽培であった。 1925年には彼らの成功を祝して最初のイチゴフェスティバルが開催された。この祭典は現在も毎年6月に開催されている。しかし1920年代に施行されたハイ日移民法によって土地を沈借することが禁止されたことで彼らの大多数がベルビューを去ることとなった。残った者たちも 第二次世界大戦の最中に強制収容所に送られたため土地を失うこととなった。細々とした開発は続きジェームズ・ SDT は1920年代には市の人口は20万人に達すると予測していた。彼が思い描いた計画ではワシントン湖に橋が、市内にはゴルフコースと空港が建設されており、その計画図は1928年に実際に 出版された。1940年にワシントン湖浮橋が開通してからは、シアトルへのアクセスが改善されたことで、郊外都市として徐々に発展を遂げていった。1963年には湖をまたぐ2番目の橋となるエバーグリーンポイント浮橋が開通してからは、市は急速に発展を遂げ州内でも、最大の都市の一つとなり、中心部では、 ビジネスの急成長に伴って高層ビルの建築が相次いだ。ベルビューの成長を印象付ける出来事として大きいのは1946年の現在では州内でも最大規模のショッピングセンターであるベルビュースクエアの開業である。1980年代に大幅に拡張され2000年代に入ってからもベルビュー運営を中心にベルビュープレイスや リンカーンスクエアなどの開業が続き、ベルビューダウンタウンは、シアトルのイーストサイドで最大の商業地となった。2010年代に入っても開発は続いており、ベルビュースクエアとリンカーンスクエアは、ベルビューウェイと n e ースの交差点周辺の土地に、拡張される予定である。ワシントン湖の東、サマミッシュ湖の西、シアトルの東に位置する。シアトルとは、 橋で結ばれており、シアトルの中心部までは直線距離にして約1 0トルほどである。ベルビュートランジットセンターベルビューは地域の公共交通機関を運営しているキングカウンティメトロとサウンドトランジットのイーストサイドでの主要なハブとなっている。ダウンタウンの中心部にあるベルビュートランジットセンターは両社によって使用されており、 フリーウェイへの直接アクセスを可能にするエチョビレーンを備えた交差点のある NE6 ス通りを経由して、週間高速道路405号線へと接続されている。地域内を走行するバスは、周辺のカークランド、レドモンド、イサクアおよびレントン等を結んでおり、都市間輸送では、ボセル、リングッド、エバレット、シアトル、ケントおよびオーバーンが結ばれている。 また2023年の開業に向けて、サウンドトランジットによる、ブルーラインのシアトルからの延伸が進められている。シアトルからは、週刊高速道路90号線を並走して、ワシントン港を渡り、ベルビューウェイと112スアベニュー SE を経由して、ダウンタウンへ接続される。その後オーバーレイクホスピタルメディカルセンターを経由し、120、 ス・アベニュー・ NE と n e シクスティーンス・ストリートが、交わるあたりから130ス・アベニュー・ NE まで、ワシントン州道520号線並行して、走行する。現在この周辺のコード利用は行われていないが、再開発が進んでいるエリアであり、2030年頃には、商業施設の集積した、メインストリートやオフィス、中層のアパートを備えた都会的な居住地となる。 予定である。その後、ワシントン州道5 2 5号線を目指して北上し、最終的には、ワシントン州道5 2 5号線に沿うような形で、オーバーレイクトランジットセンターに接続される。エクスペディアグループ T モバイル、US マイクロソフトや、ニンテンドーが本社をクレドモンドに近接し、またシアトルへ直接アクセスが可能なフリーウェイである。 ワシントン州道520号線や、週刊高速道路90号線が市内を通っている、ことから、1990年代から、多くのテクノロジー関連の中小、及び大企業が、ベルビューに本社を置くようになった。市内に本社を置く、主な企業市内に支店を置く、主な企業オールドベルビュー隣接する、ベルビュースクエアとリンカーンスクエアベルビュープレイス。 ブレーバーンウェスティンホテルベルビューダウンタウンでは、東西では、ハンドレスアベニュー NE から120スアベニュー NE にかけて、南北には、メインショートトーンから NE12 スにかけて、商業施設が集積している。ダウンタウンのベルビュー A 周辺には、ベルビューコレクションと呼ばれる商業施設があり、これは施設の総称で実際には主にベルビュースクエア、リンカーンスクエア、 ベルビュープレイスの3つの施設から構成されている。ベルビューコレクションは、ベルビュースクエアとリンカーンスクエアを中心として、現在も拡張が続いている。ブレイバーンは2009年に開業した比較的新しい施設であり、高級デパートのニーマンマーカスをはじめとして、ルイ・ヴィトンやエルメス等のハイブランドや、セレクトショップ、レストラン、スパ等を備えた。 ノースウェスト地方随一の高級ショッピングモールである。メーンショートトンの百スアベニュー NE からベルビューウェイのあたりは、昔の街の中心であったオールドベルビューと呼ばれるエリアで、レンガ地域の歩道やアンティーク調の街路灯などが整備されており、小規模なブティックやレストラン等で構成される小じゃれたエリアとなっている。上記のダウンタウン以外にも商業施設は、 市内に幅広く存在しているが、その中でも、代表的なものは南部にあるターゲットやオルマート、ノードストロー・ムラックなどを各テナントとする、ファクトリア地区、特に各となる施設はないが様々な店舗やレストランで、構成される東部のクロスローズモール、北部のフレッドメイヤーやシアーズ等がある、オーバーレイクショッピングエリア等である、オルタナティブスクール。ありがとうございます。